え皆さん、こんにちは。西宮北口聖書集会の牧師、菅原義久です。今日は、エホバの証人について、自分の体験を通して、レポートしたいと思います。エホバの証人は、キリスト教系の宗教で、我が国における正式な法人名は、モノミノと聖書差し協会と言います。しかし、この法人は、既存のキリスト教会とは、教えが異なり、 異端とされています。法人は各国にあり、ほぼ全世界で活動しています。世界本部はアメリカ合衆国に置かれています。活動として個別訪問で知られていますが、現在は無料の個別聖書レッスン、オンラインレッスンも熱心に行っています。エホバの証人は信者として数多くの規制が課せられています。 例えば、長時間の伝道や週5回の集会、公開聖書講演会、物見の投資研究会、改修の聖書研究、真剣学校、奉仕会への参加が義務付けられ、そこで繰り返し、新世界約聖書の解釈を教え込まれます。この聖書の解釈は、既存のキリスト教と異なる点が多く、例として、旧約聖書の血を食してはいけないを根拠として、 血は命を表すゆえに、神聖なものと解釈しているので、輸血を拒否するように教えられています。ちなみに私は、エホバの承認をやめてからは、通算107回輸血しました。この間、裁きらしい裁きは受けたことがございません。このほか選挙も、エホバ以外の統治を認めることになるので危険し、町内会の役員、公務員になることを禁止するなど、 現実社会にそぐわない面が多くありました。その一方で、我が国の宗教法人は取得していて、税制上の利益を得ています。彼らの目的は、地上の楽園に行くことです。ハルマゲドンが来た時に、エホバ神が地上を楽園に作り替える聖書を広めたものをそこに導くと教義ではなっています。この時信者は救われ、それ以外は滅びる。 故に信者の中には仕事や生活よりも伝道を熱心にします。最近はコロナウイルスの影響で訪問ではなく電話や手紙での伝道をするようです。私は16歳から関わりはありました。本格的に始めたのが21歳からですが、しかし組織に関わるにつれておかしいと気づきました。それは救いに関して既存のキリスト教会では イエス・キリストへの信仰のみですが、エホバの証人の場合、信仰プラス組織への忠誠と活動方針によって救いの見込みが高まるという教えです。その違いによって、1991年12月、23歳の時に断絶届を提出しました。 1993年6月に受選、翌年には関西の進学校に入り、卒業後は滋賀県の教会で勃会して、2012年から現在の地で開拓を続けております。キリスト教会牧師20年を迎えた私から、今後の教会伝道をどうして行くべきかを言わせていただくと、 まず、隣人と共にどう生きるかが大切であり、そして、小さきものに寄り添う。これが、イエス様が私たちに求めておられることではないかと思うのです。ローマ13章8節互いに愛し合うことのほかは、誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は、立法を全うしているのです。YouTube チャンネルを解説していますが、検索欄に、 元エホッチと入れていただきますと、私の体験談及びエホバの証人の距離の間違いについて解説しています。以上、西宮北口聖書集会、菅原義久がレポートいたしました。ありがとうございました。